こんばんは。今12人が視聴中になっています。ありがとうございます。プレイステーション4から今初めてバイオハザードの配信にチャレンジしてるんですけど、まあちょっと分かんないことばかりですね。これが見えてるのかどうかすらよく分からないですね。さてどうしたことやら。CDC はすでに国の中西部地域を隔離し、献身、誠実、品位、これこそがまさにアンブレラ社の基礎をなす根本的な価値観なんです。これは分からないことが多すぎるな。そしてこの基礎こそが今どういう風に映ってるのかを確認するにはどうしたらいいかな。外から見る。あ、映ってはいるようだな。あ、今自分が映ってることは確認できました。で、全くの初見のプレイをしつつ、今プレイステーション4からの初めての配信の練習をしてるんですけど、どうやら音声も聞こえてはいるようですね。っていうか今配信の度合いが気になりすぎて、今度一番大事な入ったところの俺ムービーに全然注力できてないな。はいはい、これはおそらく怖えな。今までもバイオハザードは割とやってきたんですけど、これがいつも殿様プレイで、殿様プレイの最高潮で、今ゲーム配信もよくやってる後輩芸人の河野和夫くんっていう男がいるんです。彼はすごいゲームがうまくて、彼にやらせて右行けとか左行けとか言いながら、ただ見るっていう、でもゲームをプレイしてるとは言えない状態なんですけどね。あと自分の家のそのモニターの環境の配線がちょっとトラブってるみたいで、たまに消えんですよ、画面が。ムカつきますね。うん、怖いっすね。ここはどこなんですかね。超雨降ってるっていうのと、テレビがなんか変っていうのはわかりますね。基本何の操作も覚えずに始めてんですけど、あ、俺もうこれビビらされるパターンだ。もう超やだわ、超やだわ。もう何が起こってんか言ってよ。わ、雷も超やだわ。わー、すげーシール貼ってるわ。何すげーシール貼ってんの。もうクラシアンのマグネットとか貼れは貼れよ。まあ大体こういうんなこと言って怖くなくする方式なんですけど、これも河野くんがいてのことなんですよ。誰か横にいてくれないと。お、もうすげえや。俺女。風呂すげえやだわ。TBS ラジオショッピングのお風呂を掃除してもらうやつでやれや。もう便器の上に乗せるの分かんないわ。すごいうんこしたくて入ってきた時に、これをどかしてる手間でうんこぼれちゃうや。水出しっぱー。なんかあるよ。止めると。血出てるわ。誰の、鼻血出てるわ、自然に。あ、産んでる。どうしたお前、どうしたお前っていうか、どうした俺もうゾンビの人なん、もうなってんの。あ、なってる人なん俺。
なんかそのブロードキャストのやり方もバイオハザードのやり方も手探りっていう、そういう状況で銃、ああそうなっちゃう、あそうなっちゃうんだ、痛い、超こめかみんとこ痛い、わっ夢か、おしまいなんつってね、ゲーム買った人怒っちゃいますもんね。毎晩ひどくなってんだ、あんな夢ばっか見てんだ。あーそんなこと言う人は大体簡単にさよならできないやつですよね。なんかバイオハザードもこの辺りから多分あんまりちゃんとやってない気がするんだよな。あのこの間2のリメイクみたいやつは、あなんかこう新しいと懐かしいの中間ぐらいにあって、こんなシーンあったあったみたいな楽しめたんですけど、俺3はあんまよくわかんないかも。だって今この人が何なのか全然分かってないもん。なんか、まあ、この人っていうか俺は何なん、俺は。はい、水股出しっぱだし、なんか暗い。あこれはダメだわ、これ河野くんなしでやるのは無理だわ。河野くんが俺を助けに家に来るっていうことをこのご時世不要不急ではないって判断してくんないもんな。河野くんにとってとても無駄だもんな、不要不急もいいとこのやつだもんな。もうお前はでもうお水を出しっぱにする病なの、もうこれうちのかみさんとは超怒ってるやつですよ。あれ夢と違ってお水出しっぱのまま、これね、ライトね。大丈夫、目かゆくなってない？ポタポタなんない？さっき夢では目かゆくなってたよ。大丈夫、俺おきれい。軽くトラウデン、軽く トラウデン。トラウデンさんのケツアゴ度合いが少し緩めの人みたいな感じ。うん。で俺ここでドーンみたいな、ダメだよ、もうドーンみたいになっちゃったらもう配信終わりですからね、そこでね。今でもモニターの調子がすごい悪いですわ、何回かに1回こう暗くなっちゃうんですよね。何分、1分間に1回ぐらい暗くなっちゃうかな。電話電話、どっちどっち、あ結構今ヘッドホンで聞いたら音が振ってありますね。分かった行くわって言うのはいいんだけどさ、俺お前の家のとか俺の家の行くってば、違うね、配置が分かってないんだって。行くってばはいいけど、しかも俺モニターを暗く設定しすぎてっかな。はいはいはい、電話ね。はい、シェフ大丈夫か。ブラッド、どうしたの。今すぐそこから逃げろ。ブラッド誰、説明してる暇ない、そこから逃げろ。多分バイオすごい好きな人、はいブラッドねなんてなってんだろ。ほらこういうことするから、こういうことする上に俺が思ったのと違う感覚の人来てるし、違うんだ、俺の思ってたバイオハザードはベトベトの人が来るやつだって。違う、そういうパワープレイの人来ちゃダメだって。いや確かにいたいたいた、こういう人いたけど、もう全然俺何にもやってないもん今。ベトベトの人が来ると思ってたのに、なんかこの今使っちゃいけないゴミ袋みたいに、使っちゃいけないゴミ袋にくるまれた西郷さんみたいな人に急に追われてて、今何の操作もしてないからね。心の準備が俺お前以上にできてないもん。それ俺のセリフだって。まあ俺のセリフなんだけど、一体何なのあいつ。うわなんか投げてきたし、何あの人、多分話せば分かんない人なんだろうな。これさ俺のアイディアでさ、今あのタンスをどうにかしてるわけじゃないからさ、どこまで俺なんこれ。階段を降りてるのは俺の今意思ですよ。ほら今ちょっとブラックアウトしてる。なんだろうこれ、モニターをつなぎ替えなきゃいけないのかな。今多分モニターつなげ替えましょうって言うんで一旦プレイを止めたら、俺もう今日のところは配信しなく、あらほらなんかドーンって来ちゃった、ドーンっていう人。
ムーじゃないよ。あ、なんか出てる。ベトベトのも出てるやつ。僕のバイオハザードのイメージは割と最後の方にこういう人出んじゃないの？ああ、あれ切っちゃうのね。あの、なんか、ホルモンは切れんのね。ちなみになるべく明るくしてますけども。まあ一応、出口って書いてあるから出んだろうよ。なるべく下行きゃいいんだろうね。なんだろう、やっぱり3にもなるとああいうさ、マックスの人、もう大丈夫って、全然俺そう思わなかったよ。こういうさ、自分の操作するとか、自分と違うこと考えるの嫌なんだよな。1秒ももう大丈夫って思わなかったもん。あ、またブラックアウト、今暗いんですよ。今実は暗いんですよ。ああ、なんかもう今、大変なことになってるわ。ねえ。さあ、どうしましょう。どうしたらいいんでしょう、これ。なんか、詰まっちゃった。詰まっちゃった。路地裏出ちゃった。そうそう、俺、それ同意見。目標、町から脱出する。あ、ジルっていう、俺ジルだ、ジル。シルに点々で、ジル。あ、なんか分かったこともいくつか。ただスターズの生き残り2人を消しにかかってるのは確かだ。君のような、ここから逃げなきゃ。あれ、街を見てみて、ここにいたらもっとヤバい目に遭うよ。なんかついこの間、一応すごい雑にその RE2 はクリアしたけど、それが何だったのか何にも覚えてない。俺言われてみりゃ終わったっていうんだけ、終わったっていうのしか覚えてないわ。これジルか。ショートカットのトラウデンさんじゃないんだ。え、ジルの人だ。あ、走る。あ、はい。なんだかもうな、どっち行け。俺なんかこっち行ってるのどっちだよ。こっちの指示の下手な人嫌い。はい、アンブレラね。アンブレラ、はい、なんとなくアンブレラ、はい。これ現実なんだ。こんなにオールを感染するなんて。わあ、なんか今のご時世、やっぱバイオハザードって言葉ちょっとやか。感染っていう言葉とかなんかちょっとやだもんね。これを中途半端に始めちゃうと、おじさんはあれか。あ、なんか噛む人。ああ、噛んだ。これは、ああ、すごい噛んじゃった。はい。まあ僕はあんまりこう、噛まれて死にましたみたいなことに対して嫌だなとも思わないんですけど。なるほど。とりあえずはこれがどういう塩梅になってるのかっていうのをつかまなきゃいけないからね。どうしようかな。これ、バイオハザードはしばらく塩漬けなのかな？ちゃんとやるのかな？なんかね、このバイオハザードも続けましょうってことになると、こんだけやることがないじゃないですか。日々、動物の森とバイオハザードを交互にやる暮らしになると思うんです。そうなんですね。あと、なんか伊集院さん、動物の森の配信やってるらしいよ、みたいなことになってきた人とかが、なんか動物の森って随分変わったなってなっちゃいますもんね。どうしたもんかね。多分、いろいろやんなきゃやんないことがいっぱいあるんですよ。このチャットの、なんかスピードの設定みたいのを変えなきゃいけないとか、あと、それから、あと、自分が今、バイオハザードをつないでる PC モニターが、なんか途中にいろんなのかましてるんですよ。切り替えスイッチみたいの。それの設定か、それの塩梅が良くないらしくて、さっきから、向こう側の演出と関係なく、1分から2分に1回ぐらいブラックアウトしてて、超怖えの。あれ、俺のってか、ジルが気を失ったのかなと思ったら、うちのテレビが超ポンコツみたいな、そういう状況になったりするんで、基本プレステ4のゲームは、そのプレステ4の中に、多分
ここは放送しないでくださいっていう、ブロードキャストしないでくださいっていうところの映像を切るようなその機能がついてるはずなんですよ。だからそれを考えると、PC を使ってじゃなくてプレステ4を使って実況というかこう配信するのが正しいと思ってるんですよ。でもなんかそのプレステ4のその配信の仕方があんま分かってないな。本当はこれもう完全テストでクローズドでやってからもう一回きちんとしようかと思ってたんですけど、そうもなんないね。あと伊集院さんすごく長く話してますけど、続きやんないんですかっていう、やんないんですかね今とりあえず、超怖くて。まあ、うちわのこといくら説明してもしょうがないんですけど、今自分の前には普通のでっかいその 4K のテレビと、あともう一個パソコン用のモニターとノートパソコンみたいな3つがこう目の前にあるんですよ。で今ね、ちょっと設定的には自分がどう放送されてるか、要するに今ご覧いただいてる方にどう見えてるかを 4K のテレビの方で確認しちゃってて、でそれ PC の方に出てるバイオハザードがなんかそのモニターがうまくいってないんだよな。じゃあとりあえず一旦これの放送を終わって、この今撮られたものをどうするかの判断をしますね。本当バタバタしててすいませんね、ごめんなさい。でコメントの速さとかも変えるべきなんだけどな。なんかこのどっちかっていうとこう配信することよりもシステムを組む方が楽しくて、なんかそのいろんなゲームを切り替えて、でそのゲーム配信用のキャプチャーボードに入れて、キャプチャーボードから出てるケツを分配して、その自分の家にあるモニターのいろんなところに切り替えられるようにしたり、したところ で、あと実は後ろにもうクロマキーの膜とか貼ってあって、クロマキーした上で僕の顔を足したりもできるんですけど、そのシステムが作れたところでなんか良くなってるってのもありますね。とりあえず一旦落ちて考えます。でしかも落とし方もあんまよく分かってないです。おそらくプレステ側からかな、わかんねえな。プレステ側っぽいな。はい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 、プレステをこうするとこう見えるみたいのも今ちょっと確認してんですけど、それをあんま知らなくて。ビデオクリップを保存する、本当そんなことやってるべき今。ブロードキャストオンエア中、ブロードキャストを一旦じゃあ終了すればいいのかな。はい、一旦